浅井敬吾先生の日、浅井敬吾11月25日から1950年は、明治時代後期から昭和時代前期の政治家、医師、長野県上田市長、旧姓は山本、品野国地伊佐方郡上田城下の山本家に生まれ、旧上田藩士、浅井紀水の養子市となる。東京再生学会を卒業し、東京順天堂院や横浜重善道病院を経て、 東京帝国大学に入学し、小児専科を修了する。1893年旧制東京医学、専門学校卒業。1899年故郷の上田に開業。この頃、内村勘蔵が訪れ、その影響で上田独立クラブ部を設立し、同会長となる。1917年、上田町会議員を経て、同志会議員となり、当時の市長。 勝又英吉郎をよく助け、上田市の文化都市化に貢献した。1930年、勝又市長が没すると、市会議員選挙への出馬を諦め、信仰のあった安倍伊藤の勧めにより、社会民衆党に入党した。1934年から後期11年にわたり、長野県医師会長を務め、1940年12月21日、上田市長に就任した。 1941年社会民主党を離党。戦時体制下において姿勢を担当し、工場誘致や学校の充足などに尽力した。在任から6年後の1946年11月16日、引退し、横浜へ移住した。ありがとうございます。